ってドエフシー J2 昇格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう僕からしたら皆さんにおめでとうございますですけどね、本当にありがとうございます。サポーターの皆さん本当に、ね、おめでとうございます。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ今回ですね、この鹿児島ユナイテッド FC の英語と浜辺豊か応援リーダーに来ていただきまして、トークセッションをさせていただくということなんですけれども、ま、そもそもどんなご縁かと言いますと、もう皆さんねご存知の方もいらっしゃるかもしれません。鹿児島ですね、私どもグリーンファームがあるのが喜入一蔵、そしてなんと鹿児島ユナイテッド FC の練習地ユニータがあるのが喜入町の方にあるという喜入つながりでやらせていただいております。ありがとうございます。まあ、その中でトークセッションをやらせていただくということなんですけれども、はい、まずちょっと触れておかなきゃいけないことが一つありますね。そんなあります？そんな大事なことですか？皆さんもねお気づきかと思います。おいリーダー、はい、髪型どうしたんですか？伸びましたね。いや伸びましたね。面白ってるわけじゃないんですけど、はい、坊主頭のこの田上豊っていうのは、はい、結構いろんな人に覚えていただいて、どこ行っても結構声かけていただくこと増えたんですけど、もちろんですね、ちょっともう自分のこう可能性をもっともっとこう見たいなと思って、はい、一回伸ばしてみたら素通りする人が増えたんですよ。これはアンパンマンと同じで俺フォルムで覚えられてるなと思ってそうだから髪伸ばしてこれ覚えられるってことは中身で覚えてもらってるってことだから、もう一回ちょっと自分を奮起させるために彼がなりましたね。いやちょっとこれはもう素晴らしい。いやでも本当、でももう一回こう自分を頑張れ田上豊かっていう意味でちょっと伸ばして新たな田上豊かで2024年から頑張っていこうかなと。はい、なんとこのまま現状維持では飽き足らずさらに上を目指すという田上豊か選手も、もちろんもちろん、ウェイナの熱い決意の表れだったんですね。いやそうですよ、だからただチャラくなっただけじゃないんで、あ、はい、なんと自分を奮起させるためのこうアイテムとしてこう髪の毛というものをちょっと生やしてみようかなと。ありがとうございます、はい、なんとこんな決意を聞けると思わず軽くいじってしまいました、すいませんありがとうございます、はい、ありがとうございます。最終的なあの真ん中のお父さんみたいにちょっとメッシュ入れていいですね、はい、いやいやあなたですあなたです周り見てもいませんから、はい、やろうかなって。あもうぜひですね、はい、ニュータンの家とかオイリーダーを見たいと思うんですけども、ちょっと僕からしたらですねあの頃のリーダーもちょっと嬉しいようなね。ですよね、寂しいような気もしますが、いやめちゃくちゃいろんな人に言われますけど、こんなに髪の毛のネタでこう話が伸びるって思わなかったですねめちゃ喋っちゃいましたけど、いやありがとうございます、はい、で全然入ってこないですね緊張してますか？どうですか？あ似合ってます。私でも今日朝お昼に会った時に、はいはい、あれあれって二度見しました。やっぱりかっこいいです。そう二度見、あ本当ですか？ありがとうございます。そう言ってもらえたら、女性にそう言われるとね、いやちょっとドキドキしちゃいますね。ドキドキはしないですけど、あれ、はい、嬉しいなっていう、はい、ドキドキするタイプなんですね。あ僕ドキドキした、すぐドキドキしたんですよ。僕の情報なんかどうでもいいですさあそんなね、え話からあれですよ、芸人さんじゃないですよね。違います違います、ここの職員の方ですよね、はい、すいません、ご紹介、ね、挨拶が遅れまして、はい、私グリーンファームキーで働いております体験指導員をやらせていただきます今村と申します、よろしくお願いします。はい、喋りが達者すぎて別荘もないですね。この服装といい、はい、どっかの芸人さんちょっと売れてない芸人さん連れてきたのかなっていう営業でねちょっとですね一席やりたいところなんですけど、ちょっと本業の方こちらでやらせていただいておりますありがとうございます。さあちょっとですねいろんな話が飛び交いまして、なかなかですね進めなかったんですけれども、ちょっと本題に戻してもよろしいでしょうか？本題に入ってきた煙がこっちに来ました。あすごいですね、はい、もうちょっとオーラがねムンムンで来ておりますけど、はい、全部拾うすごいすごい、あの拾うの得意ですね、はい、あのセカンドね、はい、次行きましょう、はい、ありがとうございます。喋りすぎております。それではですね早速、話をね盛り上げていただきたいと思うんですけれども、はい、その前にまずグリーンファームにお越しの皆さんの中でねサッカーを好きな方がねいっぱいいるかと思うんですけども、もちろんサッカーにねあまり詳しくないという方もいらっしゃるかもしれません、うん、そんな方に向けてですねあのぜひまずは鹿児島ユナイテッド FC 一体どんなチームなのかというのをちょっとご紹介いただけたらと思います。あ確かに、実際こう試合を見に来るきっかけとかユナイテッドを知るきっかけって人それぞれで、はい、例えばプライベートで選手とキーレのファミリーマートで会ってすごいいい対応してもらって好きになって試合見に来るようになったとか、あの選手かっこいいテレビ見てかっこいいと思ったから見に来たとか、あとはグルメが鹿児島美味しいんですよ。スタジアムグルメ全部で30店舗ぐらいずらーっと並んでて J リーグで一番安くて美味しいグルメが揃ってて、プラス鹿児島の人ってある飲み物飲むじゃないですか、特にお父さんたちかな、焼酎、あ焼酎が100円で飲めるんですよ、しかもこんな大きなカップで、そうですね、
ロックでもね、水割りでもね、はい、もうそれが一番そう。この人たちはそれだけで終わんないんですよ。センベロカードって言って3杯あのハイボールでも焼酎でもビールでも飲み放題が1000円でカードが売ってて、1000円で3杯飲めるカードがあって、まあ、そういうのを楽しみに来られる方もきっかけとしていましたね。ただ一番のきっかけっていうかこうリピーターの理由としてはあのお年寄りから子供たちまであれだけの幅広い年齢層の方がゴール決まった瞬間とか、はい、そうですね、勝利した瞬間とかにみんながこう、ね、そう立ってハイタッチしたり抱き合ったり、ね、普段知らない人と抱き合うことあります？ないですよね。今隣の人とハグしてくださいとか言ってもしないじゃないですか。でもそれが自然とこう起こるのがスタジアムであって、あれを経験するとねやめられなくなっちゃうんですね。すぐ友達になるからですね、はい、どうですか実際なんで好きになったんですか？私はですね、キレイが自分の地元で、はい、住んでるので近くにユニータっていうのができます。あ、練習場がね、はい、練習場ができて、はい、あ、これは行かないわけがないという会えるアイドル、近くにいるそう眩しい方たちを練習を見に行って、なるほど、ね、いつでも会える、そして応援したいっていうのでファンになってどんどんのめり込んでいくっていう感じでですね。なるほどなるほど、はい、もうまあ、あの鹿児島ユナイテッド FC というチームはこうサッカーが強ければいいっていう形でできたんじゃなくて、あの元々は鹿児島 J リーグのチームなくて、僕はちょうど彼ぐらいかな、小学校2年生ぐらいの時に鹿児島で J リーグのプロの試合ってなかったんですよ。で唯一年2回あるのがあの県外からプロのチームが来て試合をする、今プロ野球がこう来てたまに試合したりするじゃないですか、あんな感じで、あれを見てなんで僕の地元にプロないんだろうなっていう寂しさを覚えて、で同じような思いをこれからの子供たちにさせたらダメだという思いで、あ、うちの徳重剛というあの社長がいるんですけど、その方もすごい熱い人で、中卒でブラジルにサッカー留学しようっていうぐらいサッカーが好きで、そういう熱を持った人と一緒に鹿児島にプロって言って2014年にこのユナイテッドができまして、だから鹿児島を盛り上げるため子どもたちに夢を与え、県民の皆さん、市民の皆さんに明日も頑張ろうと思ってもらえるようなこう試合を見せるです、ね、うんっていうチームにしたいと思って、うん、それがこの鹿児島ユナイテッド FC です、はい、ありがとうございます。熱い思いのもといろんな楽しみ方で楽しめる、鹿児島ユナイテッド FC、はい、そしてサポーターの皆さんも、ね、心一つに応援できるそんなサッカーチームということですね。ありがとうございます。そんな鹿児島ユナイテッド FC において今応援リーダーというポジションで田中さんをやられてるわけなんですけれども、はいはい、ちなみに応援リーダーって日頃どんなことをされているのかちょっと質問してもいいですか？何してると思います？逆にですね、そうですね、私はインスタフォローしてますので朝からニワトリニワトリはプライベートですよ。プライベートですけど、はい、応援リーダーの方は、そうですね、いろんなところに行っていろんな、ユナイテッドの宣伝しながらたくさんの方と触れ合ってっていうのは見てますね。 ありがとうございます。たくさんのテレビにも出てユナイテッドのこと宣伝されてます、ね、ありがとうございます、はい、まあ、応援リーダーという仕事なんですけど、僕がやってる仕事としては、まあ、仕事と思ってないです。まず、うん、あの自分がやりたいと思ったことをとことんやるっていう、まあ、なぜかって言ったら、なんでこう本当はアンバサダーっていう名前があるんですよ。あの引退した選手がそのチームの広告塔としてあの前に出てテレビに出たりメディアに出たり学校に行って話をしたりとか、アンバサダーって言われても誰も分かんないじゃないですか。で僕はあの本当に中学校も試合出てないぐらいサッカー下手くそな人間で、そんな人間がこういろんな人の応援とか支えてもらった、この鹿児島の方々に支えてもらってプロになれたんで、でプロのピッチの上でもたくさんの人に応援してもらって頑張ることできたんで、今度は俺がこう県民市民の皆さんを応援する、だからユナイテッドだけじゃないんですよ、僕応援リーダーって。鹿児島で夢を持って頑張ってる人、そしてこのグリーンファンもそうですよ。これからね、この素晴らしい活動を県内のいろんな方々、まあ、県外の方もそうですよ、知ってもらう活動とかを応援して PR できるもんなら僕もしようっていう、なのであの今ここでいる皆さんもそうですけど、いろんな方々にこう応援、いろんな方々の夢を応援するっていうところがまず一つ大きな目的としてあったのと、活動内容としてはここでもやってますけど、イベントに出て、まさにユナイテッドを知らない方々、マラソンのためにこのイベントに来てるのに、サッカーなんて知らないじゃないですか。だから僕が行って一緒に走ったりして、
あのユナイテッドにはこういう男がいるんだと、でこういうこと仲良くなれば話も聞いてもらえるようになるから、ユナイテッドの魅力をお伝えして一回スタジアムに来てもらって、そこからやっぱりこうスポーツの力で元気を与えて、で鹿児島を一つにっていう思いでだったり、あとは自分のその雑草的な経験から、もうエリートじゃなかったんで小学校中学校高校大学とかに行って夢の話、諦めないやつは夢叶うんだよって自分のこう幼少期から夢を叶えるまでのストーリーをお話しして勇気夢を与えたり、あとは何ですかね、あの知ってますかね、情熱市場っていう KYT の通販番組の MC をやらせていただいて、たまに自分で何やってんだろうな俺って思いながら今朝も出てましたね。いやいや、はい、いいです、いいです、ごめんなさい見てないです、今朝皆さん見てなかった、ごめんなさいね、はい、あとは KKB のあのキックオフ鹿児島というサッカー番組に、はい、はい、出させていただいて、だから僕っていう男はこうユナイテッドのことをいろんな人に知ってもらうきっかけにできるような仕事ですね。だからたくさんの人と出会ってサッカー鹿児島の魅力を伝えて、見に来てもらった人にはそれ以上のものをこうお返しをお伝えできるようにするっていう仕事ですね。ありがとうございます。応援リーダーという ね役職、すごい熱い思いで、はい、かっこいいですよね。あれ初めて言われました。いいですよ、かっこいいです。嫁さんにも言われたことないですけどね。どっかにいないかな、大丈夫かな、はい、ぜひね、あのこのトークセッションもぜひしっかり録音していると思いますので、あの奥さんにお届けしたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、そんな熱いね、思いを持って、はい、応援リーダーとしていろんなところを応援してくださる、田上豊が応援リーダーなんですけれども、まあ今回はですね、こう鹿児島テッド FC に限らずキーレー、それからサッカーについてもちょっと熱くトークセッションをしていただきたいと思いますが、はい、まずはですね、やはりこう鹿児島を、ね、盛り上げていくところが大きくあるかと思います、はい、でもその中でもやはりですね、キーレーについてちょっと盛り上げていきたいなっていうところが大きいのかなって、確かにね、僕あの私はですね、どうしてもグリーンファームで働いていますので、一緒にこうキーレーで盛り上げていきたいなと思うんですけど、上からの圧力でこれ喋れって言われたんですか。めっそうもない、本心です。あーよかった、キーレー在住3年です。ありがとうございます。なかなか浅いですね。ちょっと3年なんですけどね、あの思いだけは人一倍、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。バイトしても6年、山田さんのこと関係なくですね、はい、はい、行きましょう、はい、行きましょう。というわけでね、キーレーを盛り上げていきたいというところなんですけども、はいはい、まあちょっと絞って話をさせていただくと、はい、例えばですね、じゃ あのグリーンファームで一緒にキーレーを盛り上げるためにどんなことができるかな、どんなことしたいですかっていうのをちょっとお聞きできればなと思います。なるほど、いっぱいありますよ。ありがとうございます。ね、たもうこれ僕ここのイベント結構出させていただいてて、やです、ありがとうございます。で、あのコロナ禍、2020年にコロナがやってきてから選手ってイベントに出れなくなったんですよ。で去年もほとんど出れなくて、例えばですけど選手に野菜を作ってもらって、それをこうファンサポーターの皆さんに、はい、あの提供したりとか、いいですね、地元の子どもたちと一緒にその食材を使って何か料理を作るっていう企画をしたりとか、あとは逆にこう地元の子どもたち、まあ地元の皆さんと一緒にその何か野菜を育てるとか、まあそういったところをやりたいなっていうのと、あとはあのトレイルランっていうイベントもやってるじゃないですか、山を走るイベント、あの山を越えて帰ってくるんですけど、僕も一回走りましたけど心臓が飛び出そうになりましたね。だああいうイベントとかでも、まあリレー形式で選手と地元の方が対決したりとか、そういったなんかこう選手を絡めたことで、逆に皆さんにこうお届けするのももちろんだけど、こうユナイテッドの選手にもキーレの魅力をよりもっと知ってもらって、もう自ら勝手に発信してもらえるぐらいのあのものにできたらいいんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます、はい、そう、選手と一緒に何かできるというのはやはり魅力的ですね。魅力的ですね。もう本当にこの間トレイルランニング走ったんですけど、はい、やっぱり田上さんが来てるっていうのもあって、私もユニフォーム着て一緒に走ってっていう、やっぱその一緒にできるってことがもうすごく楽しい思い出となって、ね、家族でまた走れるっていう、トレイルランニングは家族で走って親子で走って、いろんな絆も深められるし、このファンもいろいろ選手なんかね、頑張れたらって最高なので、そう、はい、いいです。そうですね、はい、選手がこう一緒に来てくれて、うん、一緒な体験をいろんなことをしてくれるっていうのはいいですよね。はい、いいです。まあ、でも逆に何かあります？あ、そうですね。はい、実はこう練習地がね、キーレにあるということなんですけれども、はい、なかなかですね、うちの体験をこう出張でやらせてもらうことが少ないので、うん、いつもこう来ていただいてトレイルランニングとか来ていただくことが多いんですけど、うちが行くことはないので、そこをちょっとね、向こうに一緒に行って何かできたらなっていうのは常々考えさせていただいております。あ、逆にですね、はい、
ございます。なるほどなるほど。実はグリーンファームのちょっとサッカーの体験とか自然の中でこうやろうというのもやってたりとかするんですけど、はいはい、今のところちょっとまだね少しあの協力をしていただいたりするんですけど、一緒にこう練習地に行ってやったりとかはできないので、選手の皆さんとできたらなっていうのは思ってる次第です。いいですね。いいですね。はい、すごくいいと思います。ちょっとここでアピールをしておいてですね。いやいや、僕にアピールしても多分しょうがないですけど、一応小林っていうのがいるんで伝えておきますね。ちょっと熱烈に、はい、エールを。確かにそれは面白いかもしれない。ありがとうございます。でも皆さんの方が多分いろんなアイデアを持ってると思うんで、だから応援リーダーという僕がいろんなところに顔を出すじゃないですか。はい、そこでこんなことしたらどうってめっちゃ言われるんですよ。それ結構伝えてるんですよ。ありがとうございます。で実際にこう実現したものもたくさんありますし。そうだから一つとしては、まあ、グリーンファームではないですけど、選手が、はい、喜入のある畑に芋を植えて、はいはい、さつまいもを植えて、はい、地域の皆さんと一緒に苗植えから芋掘りまでやって、はい、それで島美人この焼酎を作るっていう企画をやったりとか、はい、すっごい楽しかったですよ。いやそうですね、芋掘り終わった後のその畑で子供たちとサッカーしましたかね、裸足で。すごいその楽しそうなね光景が目に浮かぶんですけども、実はその時のイベントの焼き芋機グリーンファームのです。あーすいません、お世話になりました。ちょこっとコラボします。そうですね、いや最高でしょ本当に。うん、選手たちが何よりコロナ禍で何もできてなかったんで、大卒で入ってきた選手はサッカーしかやってないんで、はいはい、やっぱり社会に出て通用するとか、やっぱりこう社会経験社会貢献も選手もしたいっていう選手多いので、はい、そういったのはたくさん、もっともっとこれからできればなと、今シーズン2024シーズン、ぜひお力添えを。ありがとうございます。はい、お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。まそんな選手とのですね、はい、関係がこう築けたらなっていうところはあるんですけども、でもそれ以外でもですね、実は喜入練習中もあるということで、はい、もう先ほど、ね、大分豊島君もおっしゃってましたが、実は結構選手とすれ違うこともね、はい、多くありますね。ありますね。ちなみに、ね、運転したら会ってたりとかですね、僕もコンビニ行ったらバッタリ会えたりとかですね、うん、ですよね。選手はだから谷山あたりからこう運転してるのがこうなるらしいです、うん、ちょっと背筋が、はい、背筋がそろそろ知ってる人とすれ違う時間だなみたいな冗談ですけど、すいません。皆さんずっと背筋いいと思う。ちなみになんですけど、大分豊島君、推しの選手なんていうのはいらっしゃったりするんですか？はい、推しはですね、はい、一応有田君と福田選手、はい、で福田美久人君です、ね、18番の福田美久人選手。はい、そうです。え、有田選手知ってますよっていう人います？はい、あー、すごい、皆さん、あー、すごい、え、後ろの方は立ってるか、知ってる、有田選手、あ、結構いるじゃないですか。え、福田美久人選手知ってますよ。あー、有田君よりは少ないですね。もっと頑張れって言っとかないといけないですね。今からですね。いい男ですよ、二人とも、はい、はい、もう本当にかっこいいです。で、実はなんと今日ユニフォー下に着てるのがユニフォームで、そうですね、これはちょっと、はい、背番号だけ見せてもらうかな。背番号だけちょっとチェックを、ね、させて。有田君推しですからね。あ、ミクトでした。あっちゃー、すいません、ミクトでしたね。いや、ちょっとね、あの Q は人気だったかもしれない、ね、そうですね、そうですね、まあしょうがないですね、はい、こういうこともありますよ。有田くんいっぱいいますからね。確かに確かに、9番有田、後期ユニフォームたくさんいるからですね。確かに、はい、ユニフォーム買ったよって方いますか、選手の会場の方。 ありがとうございます。 すごい、ありがとうございます。結構いますね、ありがとうございます。新しいユニフォームを買った人いるんじゃないですか。今シーズン2024シーズンの新しい量ももう買いました、注文しましたって人。はい、買いました。おー、めっちゃいますね。いや、そうでもないかもしれないです。いや、今度のユニフォームかっこいいからですね。そう、今年のユニフォームめちゃくちゃいいんですよ。はい、話変わって大丈夫ですか？いや、もうどんどん広げましょう、どんどん広げましょう。ごめんなさいね。そう、かっこいい。ユナイテッドがそれこそさっき言いましたが2014年にできたんですけど、うん、2014年にできた時のユニフォームがベースとなってる、なってますね。はい、原点回帰で。そうなんですよ、ここに線が入ってて、まあ、昔はこれ赤と青、ボルカ鹿児島っていうチームと FC 鹿児島という僕は選手権監督してたチームが統合してできたんで、そのチームのチームからボルカが赤で FC 鹿児島青だから、その色をこう入れようってことで入れたんですけど、その線が今年はゴールドになってて、後ろにはちょこっとね、その名残が残ってるんですけど、で、何より鹿児島のあの地図全部入ってるんですよ、離島まで。最高です、ユニフォームに。もう本当にかっこいい、ね、あれは本当にかっこいいし僕がこうユナイテッドスタートした時のこうことを思い出させてくれるような、
今年のユニフォームはね、うん、10周年ですし、うん、チームができて、うん、絶対勝ってた方がいいです。いや、もう本当に、いいですね、本当に損しますよ。いや、もうちょっととりあえず私は普通のブルーのユニフォームを買って。あ、本当もう買ったんですか。もう買いました。さすが。ちょっとね、今度のスタートまで2月の23の試合までに届くように。仕事が早いですね。もう早くしないと。一応14日までに頼めば、はい、確か13か14までに頼めば、あの開幕戦間に合うっていうことを多分言ってたんで、はい、たまに僕嘘つきますんで、その時はすいません、はい、皆さん、あと6日です、あと6日です。はい、いいですよ、皆さん。白もかっこいいですよ。あ、ね、本当にキーパーもかっこいいけど、そう、うん、今年のホームは青、あのネイビー、うん、でアウェーが白、フィールドプレイヤーがですね、でゴールキーパーが、うん、緑とグレーだったかな、グレー、緑と何色だったっけな、小林さん、会場の小林さん、キーパーのユニフォーム赤と緑、そうそう、赤と緑だ、うん、赤と緑です。だからそう、最近でもキーパーのかっこいい選手入ってきて、そうですね、キーパー推しが多いから、かっこいいですね、いつも見ても、そう、スタンド見上げたらなんか赤とか緑がすごい増えてる気がして、違うチームかなっていう、いやいや、だからでも嬉しいですよ、キーパーからしたらより目立つんで、うん、本当に楽しいですね、はい、そんなですね、新ユニフォームももうね、販売を始めてもう購入もできるということなので、はい、ぜひ皆さんなんですけれども、さあ、そういうわけでもう間もなく新しいシーズンが始まってくるというところなんですが、はい、もう10周年のイヤーになんと J2 昇格を決めていただいて、はい、ここからですね、こうどういうところを頑張っていきたい、応援したいなっていうところをちょっと聞きたいんですが、ではまず大分取締役、どういうところに注目していますか、今まず。そうですね、今度新しくユナイテッドに来てくれた選手もですけど、これまでいてくれた選手、その方たちのみんなのこう活躍、もう本当に祈りをなし、もう J2 に上がってたくさん新しいチームまで見たことのないチームと戦うみんなを見るのが楽しみで応援してます。はい、もうガチで走って最後まで走って、最後本気になりましたね、リラックス、ガチって出てきましたね、ガチです、もう本当にもう最後祈ってるのでありがとうございます。本当にもうみんなの走る姿が好きで、はい、確かに、で、あとゴールした時の乾杯を目指して、そうですね、本当にもう、はい、もう毎回毎試合あの乾杯がいいですもんね、最後のね、見に来たことない方は何言ってんだろうと思ってるかもしれないけど、あの勝った試合は最後にスタジアム全体で3、2、1乾杯ってやるね、本当にお酒飲んでる人も飲んでない人も、そう、みんな何でも美味しい、エア乾杯ね、エア乾杯で、あれ最高ですよね、本当にスタジアムまた一つになる瞬間、本当にいいです、その瞬間、確かに確かに、はい、いいです。ありがとうございます。はい、はい、こんな感じで。ありがとう。ごめんなさい、なんかすごく見ちゃった。もうすごく愛の溢れるね、はい、トークをしていただいて、ね、嬉しいですよね。サッカーのサノジもだって最初興味なかったんですよね。何もない、ただ切りにあるだけ。でしょ？ほら。ただそれだけで。そんな人がこんだけハマるんだから。皆さん楽しいですよ。本当に。ユナイテッド FC はもうですね、こうサッカーを知らない人も、サッカーを好きになれる、はい、そして熱い思いをね、こうやって抱かせてくれるチームなわけなんですけども。はい。応援リーダーは来年に向けてどんなことを、今年ですね、あ、今年ですね、もう2025シーズンのこと、来シーズンですね、来シーズンですか、そう、2024シーズン、2月、もうスタートするんですけど、はい、僕が引退したのが2019年なんですけど、僕 J2 から J3 に落としてしまってチームを引退したんですよ。でようやくこう選手たちがまた頑張って昨年 J2 に上げてくれて、2024シーズンは J2 という舞台で戦うんですけど、すごいです、テレビで見てたようなチーム選手が目の前鹿児島に来て試合をしたりとか、あと何がすごいって、うん、J2 は J3 と違ってアウェイ、うん、敵チームのサポーターが数百人単位もしくは数千人単位で鹿児島に訪れるっていう、あの、はい、光景を見れるっていうのと、やっぱりこう県外の方と、全く名前も顔も知らない方とまた交われて知り合えて仲良くなれたりとか、やっぱあの雰囲気最高なんですよね。 J2 のあの雰囲気をやっぱりこう大事にしながら、で去年は2019年は降格してしまいましたけど、降格しないを目標にするんじゃなくて、プレーオフ、J1 に上がるためのそこの昇格権というところをしっかり狙って、選手たちもやっていきたいって言ってるんで、そこを目指して頑張っていこうっていうのと、一番は 見に来てくれた人に必ず、あ、見に来てよかった、また明日から仕事学校頑張ろうって思ってもらえるような試合、これをしたいなと思ってます。
具体的にはもう鹿児島って最後まで諦めないとか、目の前の相手に絶対負けないで戦うとか、まあ、そういう気持ちの部分っていうのをしっかり見せられる戦いを今シーズンは見せていけたらなと思ってるんで、そのためには鹿児島の皆さんの後押し必要になると思うので、ぜひまたスタジアムに来ていただいて、来たことない方は騙されたと思って一回来てください。飲み物、食べ物、美味しいものたくさんありますから、イケメンも揃ってますから、ぜひそのイケメン探しに来てもいいですし、理由は何でも構いません。必ずスタジアムに来たら後悔させません。後悔した場合は僕に言ってもらえればなんとかします。田上さんいつも歩いてます、ね、いつも歩いてます、ね、はい、スタジアム、はい、ぜひ声かけてください、はい、さあそんなね熱い思い、このね現状維持にとどまらずさらにステップアップをするという、その決意のあれがやはり髪の毛にもね現れてきているということです。最後に最初の維持に戻るんですね。さすがですね、ベテラン MC みたいな感じじゃないですか。そうです、はい、そんなね熱い決意をねいただきまして、またね鹿児島でねこういろんなチームと交わりながら、ね、いろんな人と交流しながら、またねステップアップ、そしてさらにその先へ楽しんでいただければと思います。はい、さあそんなね田上豊が応援リーダーにお越しいただいたトークセッション、はい、なんとですねただいま5時を回りまして、ぴったりでしたね。もうちょっとちょっとよく分かんないですけど、あ、腕がね、腕がね、あ、腕がすいません、分かりにくいやつ、はい、さらにもうちょっとですねやっぱり喋りたい方もね多いかなと思います。ほう、そしてですねどうやらうちのスタッフまだバタバタしてるみたいなので、はいはいはい、よろしければですねもしいらっしゃる、あ、質問、スタッフ会場の方からも、ね、あるかな、ちょっとね質問なんか受け付けられたらなと思うんですけれども、ぜひぜひぜひ応援リーダーに質問したいよって方いらっしゃいますか。あれ、あ、おお、いますね、ありがとうございます。びっくりした今、でもみんなもう目線は俺見たきの方だから、すごいね、どっちかと言ったらじゃあちょっとこちらのお兄ちゃん聞いて、いっぱいねちょっと前挟ませていただいて緊張をほぐして、じゃあ切ってみようか。プロですね。質問をじゃあ言ってみよう。何が聞きたいかな。なんでサッカー始めたんですか。おお、ね、サッカー始めた理由、僕はですねちょうど小学校2年生から始めたんですけど、2年生でサッカー部に入部して、はい、家に帰ってテレビつけたら J リーグの開幕戦がやってたんですよ。それ見て会場の雰囲気、お客さん、大人が本気でこう応援してる姿を見て、俺もこんな人たちを応援されるような選手になりたいと思ってテレビの J リーグの開幕戦を見て、俺も絶対このピッチでプロになってプレーするって決めて、そっからサッカー選手っていう夢が始まりました。OK。なので それを届けたいんですよ、ああいう子供たちに、あのスタジアムで。そうですね。俺もここでっていうね。親に連れられて行った子供がファンになるっていうね。OK。すごい、テレビを見て始めたっていうことだったけど、すごいね。またユナイテッド FC のみんなが、頑張って活躍する姿をね、応援しに行ったり、テレビ見たりしてみたいですね。はい。ありがとうございました。ね、スクールも入ってくれてるし、試合も結構見に来てくれてるしね、ありがとう。おある種です親戚みたいな感じ。前列ですね、前列も親戚の方が多いかもしれない。もうほぼ親戚です、はい。というわけで、ぜひね、後列の方も遠慮せずに質問があればですね、手を挙げていただければと思います。それでは質問がある方、他にいらっしゃいますか。お、ありがとう。あ、いますね、結構。あ、結構いますね。どうしようかな、じゃあちょっと前の方にも行ってみようかな。はい、なかなか後列の方が遠慮の塊みたいなので、ちょっと聞きましょう、はい、こんにちは。こんにちは。サッカーお知り合い、あったらなかったかな。そうか、さっき親戚って言ったんだけどすいません、ちょっとどうぞどうぞ。人生を見せたから大丈夫かな。ちょっと聞いてみようかな。サッカーお好きですか。好きだね。じゃあ質問いってみようかな。大丈夫、聞いてみましょう。なんでしょう。本当に応援してんの。あ、応援リーダーなのに本当に応援してるのかって。鋭い質問ですね。あ、すごい深いね。ね、フレーフレーみたいな応援はしてない。だけど夢目指して頑張ってる子供たちとか大人の人たちに、こうやったら夢叶えやすいんじゃないとか、一緒にその夢の叶え方を考えたり、そういった応援はしてる。だから応援はしてるってこと。 OK。だから何か叶えたい夢があったら言って、叶え方っていうか方法を一緒に考えよう。いいね、田辺さん一緒に考えてくれる。すごい。ありがとうございます。夢あるの？ちなみに今何になりたい？テニス選手。え？テニス選手？テニス選手になりたい。あ、いいね。いいと思う、いいと思う。野球やってたらいいよ、今。あ、
キャッチボールとか。だって先にね。そう、今だからサッカー選手とかテニスプレーヤーもそうだけど、はい、あの野球ってすごい全てのスポーツに通ずる球技に。僕野球やってたんですよ、小学校6年間、はい、サッカーと一緒に、うんうん、キャッチボールしてたら空間察知能力、どこにボールが落ちてくるっていうのが分かるようになるんで。なるほど。だから僕チビ168センチしかないですけど、ヘディングめちゃくちゃ強かったです。190の選手に勝ってましたもん。あ、すごい。落ちてくる場所分かるから、はいはい、自分の最高点、触れる場所を計算して、はい、相手より早く飛んで、はい、後から飛んだ相手の肩にまた乗って飛び上がって触るみたいな。野球のキャッチボールはいいよ、すごく。まさかサッカーのトークセッションで野球の話でこんなに盛り上がるとは。テニスも一応打った瞬間にどこに落ちてくるってこう大体こう見極められるようになるから、キャッチボールすごくいいと思う。素晴らしい、ね、やってみて、うん、お父さんと OK、ね、やってみましょう。はい、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。さあ、お二人ね、質問したところでもう一人来たいところでしたが、どうやらなんとあちらの方で火がついてますね。火がついております。すごいね。というわけで、そうですね、盛り上がったトークセッションも、はい、これで終了とさせていただきます。いや、ありがとうございます。すいません、なんか今日はちょっと、どうですか、やっぱ花がないと。たくさん喋りたい方がいる。この二人だけだったら、多分今度は座ってないですからね。本当に助かりましたよ、ね、ちょっとね、盛り上げはするんですけど、色が足りなくなっちゃったりするかもしれない。もうそんなこんなで、みんなもう鬼びたきの方に向こう目線がいっちゃったんですから。はい、さっさとやった方がいいかもしれません。いや、そうですね、はい、それではですね、今回やらせていただきました、はい、豊か応援リーダーとのトークセッション、はい、これにて終了とさせていきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてこれからも皆さん、鹿児島ユナイテッド FC を盛り上げていきましょう。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、形になります。はい、そして今、田野豊か応援リーダーの手に V の字の松明が持たれております。そして隣におります、先ほど熱唱していたブリンファーム園長りょうです。はい、こちらはまっすぐ I の字、ひたすら上に登る松明を持っております。そしてそのお隣、今回ご参加をね、ご希望いただきました、他の方をご希望いただきましたお客様に一緒に着火を担当していただきます。続々と今松明に火が移されております。ぜひですね、着火する前にですね、この松明を掲げているシーン、写真を撮りたい方もいらっしゃるかと思いますので、田野豊かオペリーダー、そして園長、後ろの方ぜひね、後ろ向いていただいてね。ただし、今ちょっとですね、火の方が勢いがちょっとね、落ち着いてきておりますね。はい、いや、まだ着火には耐えうるようですね。はい、それでは皆様、カメラのご準備よろしいでしょうか。松明に火が灯りまして、着火の方始めさせていただきたいと思います。それではカウントの方をさせていただきまして、着火を行います。2024年ブリ新春鬼火焚き、着火まで5、4、3、2、1、着火。さあ、たかだかと松明から火が移る、今ゴーゴーと火が燃え移っております。宮本様の新春の飾り、そして竹を伝って火が燃え上がっております。
灰などはですね、無病息災、家内安全などが、礼儀のあるものとして扱われているそうです。はぜるごと、そしてこの燃える竹、こちらがですね、厄を落とすというふうにも言われております。そんな鬼火滝、皆様にご覧いただきました。現在下の方で火が燃えておりますが、こちら皆様がお持ち込みいただきました新種の飾り、こちらがですね、ここに取り付いた秋などを払うとも言われているそうです。そんな鬼火滝、今火が燃え尽きまして、